写真撮影でございます。撮影者は前回に引き続き雷電がお送りしています。左側にいます。撮影中だよ。暗くて分かんない状態です。撮影者は相変わらずスタッフの大野くんと、右にはうっすらドラムのケンくんがいます。さあ、じゃあ今誰がいるかというと、ボーカルのリュートが今ピンシャ単独撮影です。緊張感があります。なんねん、やめろって。あんな真剣にあいつ大根持ってんのか。してるクソみたいな。こいつの時に全然違う人映してる。今回はケンくんの撮影になります。私ベーシストリュウ
お送りいたします。なんでオカミ町なんチップをくれってか。今すごく面白いこと言いました。怖え、このオカミ怖え。ライデン君がすごく面白いこと言ってましたね。スティックが散らばっており、ありがとうございます。すごいすごい、よっしゃー。ハハ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 ハということで全工程終了いたしました。はい、ライデンさん、はい、またちょっと途中すいませんね。はい、どうですか今の心境は。そうですね、まあ、とりあえずあのバー松田さん本当に、今日は一日中このバー松田を貸していただきました。本当にありがとうございます。はい、ということで、クォーターで新しいアーティスト写真とトロールのジャケット撮影が終わりましたので、ぜひトロールのスポット音源も聞いていただいて、さらにライブ会場では、トロールとアワーの CD もぜひ聴いてください。お願いします。わーい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。素敵なバーです。さよなら。チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。せーの、マダラです。ゆるい、8月15日に、私たちがですね、私たちが企画したイベントをやります。5時に、大岡山ピークワン集合。いつだよ。8月15日。金曜日。
5時ビッグワン集合。2回目そして、ゲストを紹介します。いきなり新海先輩です。はい、じゃあメンバー紹介。マダラの、ギターボーカルの遠藤岳です。お兄ちゃんの遠藤亮です。兄弟あ、ドラムの鈴木ひなたです。兄弟ではない、ここは他人です。はい、よし。じゃあゲストのクォーターデイさん紹介します。お願いします。今思ったんだけど、そっか、これすごい。はい、こんにちは。ゴタデイです。ゴタデイです。8月15日の大岡山ピークワンのマダラの、ね、企画ライブに僕たちも出させていただくということで、熱いライブになるんじゃないかと思います。予定空いてる人はぜひお越しください。イエーイ。あ、マダラは高校生なんですけど、クォーターデイチャンネルで都大会に出るバンドが出ると言いましたが、その音源審査が先日行われまして、マダラ見事通過でございます。乗ってる若手ってなんかうちらも若手だけど、乗りに乗ってる子も若手ですね。高校生若いよ。それが一番重みがあるね。みんなで、みんなで、まだな。